沖縄大好きの大好きを叫ぼうアニメローサマーライブ2024スターゲイザーありがとうスペシャル。9月7日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは。沖縄大好きの大好きを叫ぼう第19回目がスタートしました。沖縄県宜野湾市旧名にございます FM79.7MHz FM 宜野湾の、今回は収録スタジオでなく、自宅からお送りしております。MC は沖縄大好きです。皆さんよろしくお願いします。さあ、ということで、事前にまあ SNS では告知させていただきましたが、今週はアニメローサマーライブ2024スターゲイザーの感想を中心にお届けしてまいります。8月30日金曜日から9月1日日曜日まで3日間、埼玉スーパーアリーナで開催されたアニメロサマーライブ2024スターゲイザー、そのアニサマ2024の感想会ということで、今回はありがとうスペシャルと題してお送りしてまいります。さあ、ということで、通常でしたこの番組ツイキャス配信も行っているのですが、今回はまあアニサマ中心にどんどんお話ししていきたいなということもございまして、今回はツイキャス配信はお休みしていますが、放送後にはアーカイブを、上げられるように準備をしておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。さ、そしてですね、この番組、番組専用のハッシュタグがございます。シャープ大好き叫べとつけて、X のコメントもお待ちしておりますよ。私、沖縄大好きも実況に参加しておりますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。さ、早速 CM の後、アニサマ感想会をスタートさせていきたいと思います。それでは一旦 CM です。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、改めまして沖縄大好きです。さあ、ということで、早速ですね、アニ様の感想会をスタートさせていきたいと思います。今 BGM に流れておりますのはテレビアニメ推しの子より、こちら B コマチで、サインは B のニューアレンジバージョンでございます。さあ、ということで、今回も BGM はですね、アニサマに出演されたアーティストさんたちの楽曲を中心にお届けしてまいります。はい、ということなんですが、まあ、アーティストさん今回もですね、豪華メンバーがもう勢揃いなんですよ。今回初めてアニサマにですね、3日間全通させていただいたんですが、まず、今回出演されたアーティストさんを一部ご紹介したいと思います。まずは、アイリスさん。声優の伊藤健人さん、アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義さん、大橋彩香さん、北谷博さん、楠木智美さん、電波組インクさん、フィールドオブビューさん、そしてキスマイフット2の宮田俊也さん、声優の、あいみさん、伊藤美久さん、内田真彩さん、小倉優衣さん、グランドデオさん、鈴木好美さん、そしてトライセールの皆さんと、蓮の空女学院スクールアイドルクラブ、声優の早見沙織さん、平野綾さん、アイドルマスターシャイニーカラーズ、声優の葵翔太さん、アジアに咲く花と書いて、アニソンシンガーの朝香さん、声優の内田優馬さん、そして鈴木愛菜さん、遠山奈緒さん、南條佳乃さんなど、もう豪華メンバーが勢揃いしたこのアニサマ2024スターゲイザー。早速もですね、初日から3日目までですね、感想をどんどんお話ししていきたいと思いますが、今回ですね、まず初日の話になるんですが、今回初めてアニサマに参戦されました、キスマイフット2の宮田俊也さんなんですが、今回宮田さんが出演されるっていうのもありまして、今回オープニングからですね、アニサマ、オープニングのコラボステージがもう、恒例となっているんですが、その1日目ですね、キスマイフット2の宮田俊也さんと大石正義さん、そして伊藤健人さん、そしてユナイトアップの皆さんで勇気 100% を今回コラボされたんですね。そしてなんと今年からアニメローサマーライブ2024ではセンターステージが復活しまして、そのセンターステージでなんと宮田さんがローラースケートを使ったダンスもですね、パフォーマンスも披露なされていました。まあ、もともとアイドルをやられている方なので、一つ一つのそのダンスの動きといいますか、すごくなんかこのスピーディーというか、一つ一つキレがあって、
もうとにかく、ステージ上でその踊っている宮田さんすごくかっこよくてですね、もうキラキラしていました。もう終始笑顔が絶えずですよ。終始笑顔を絶やさず、あのパフォーマンスを最後まで披露なされていました。もうその姿だけでもかっこよかったですね。そして、あの、今回ちょっとご紹介したいのもいっぱいあるんですが、どんどんいきますよ。で、今 BGM に流れておりますテレビアニメワンピースのオープニング主題歌、北田根博さんで、アースでございます。今回ですね、このアニ様で初めて僕、北田根さんのステージも見ることができまして、全部、あの、ワンピース関連の楽曲だったんですが、そのうちも3曲、We Go で今流れているアース、そしてラストに、We Are、この3曲を披露なされてました。もう本当に、もうまず、あの、1曲目から流れた We Go の引頭が流れ始めた瞬間に、もう気持ちが高ぶりました。その前にですよ、あの、ライブ、この、スタートする前にですよ、あの、声優の田中真由美さんが演じるモンキー・D・ルフィの声もですね、ボイスだけだったんですけど、あの会場中に響き渡りまして、そこからあの北谷さんにま繋げるっていう形の流れだったんですけど、そこから始まる We Go がもうすごく良くて、もう最初から最後までめちゃくちゃ目頭が熱くなって、つい僕も声、もうどんどん声援を送って、歌って声も、もうとにかくたくさん出し切りましたもん。もう北谷さんの初めて見るその生で歌う瞬間、とにかくパワフルで熱くて、かっこよくて、もう、なんていうんですかね、もうまさにその少年漫画にぴったりな、その曲で、あのパワフルな動画も出しても、その情熱っていうんですかね、この、とにかくもう熱い歌声をですね、あの、聞いて胸にグッとくるものがいっぱいありまして、もう感動しました。そして特にその良かった、あの、一番印象に残っているのは、最後の We Are の時にですね、今回、あの、兄様に出演されてアーティストさんたちですね、あの、ステージに一緒に北谷さんと We Are 披露されてまして、今回、北谷博さん、そして、その兄様メンバーで、今回あの、兄様フレンズっていうのは、この名義で今回出られてまして、あの、ステージ上に立っている皆さんが本当に楽しそうに歌われていて、サイリウムも会場のお客さんのサイリウムもみんなブルーになったんですよ。まさに今ステージ上に立っている北谷さんやアーティストの皆さんが、もう麦わらの一味のクルーになっているようにも見えて、その舞台上がその船で例えるんだったら、そのこれから冒険に出るっていう瞬間をですね、まさにそのサイリウムのブルーがもう海を表現していたので、これから航海に出るぞっていう瞬間もしっかりと再現されてて、それもすごく良かったですね。そしてその前にですよ、北谷さんの前に歌われていたあのドラゴンボール GT でもおなじみフィールドオブビューさんですよ。あのまずはもう乾いた叫び、テレビアニメ遊戯王の主題歌の一つになっている乾いた叫びを歌われた後に MC にあのボーカルの浅岡優也さんのボーあの MC が入るんですけど、そこからなんと浅岡さんからカメハメハの声をですね、生で聞くことができて、その後にだんだん心控えていくですよ。僕もですね、もう会場に見るお客さんも、浅岡さんの歌声に心が惹かれてしまいまして、もう、アニメ映像と、そして生で歌う浅岡さんたち、そしてフィールドオブビューの皆さん演奏を聞いて、もうぐっと胸に来るものがあって、終始もう目頭が熱くなって、もうとにかく感動ばかりでした。はい。そして、今流れております、声優じゃないですね。ごめんなさい。もう一度いきます。ちょっと冷静になりましょう。今流れているのは、アニソン界のおしゃべりクソメガネこと、おしゃべりクソメガネこと、大石正義さんもですね、今回生で見ることできまして、昨年初めて2023のアニ様ですね、アクセルの時にも、初めて大石さん生で見れたんですけど、今年2回目ですね、初めて、あの昨年に続き今年も兄様で大石さん見ることができてすごく嬉しくて、で、あの兄様でもですね見れました、あの大石さんファンので有名なあのヤジ聞くことができまして、あの自己紹介の後に帰れクソメガネっていうのがまた相変わらず聞こえまして、これあの大石さんファンなら皆さんご存知なんですけど、大石さんのライブの MC のたんびにあの自己紹介するたんびに毎回これなんですよ。これ恒例なので、あの、決してあの、悪口言ってるわけじゃないんですよ。皆さん、語弊がないように言いますが、これは、ライブの定番なんですよ。で、これは、大石さんへの一つの愛なんですよ、皆さん。
その瞬間また見ることができて、つい僕も帰れって叫ばせていただきました。本当それぐらい、あの大石さんのライブって本当楽しいんですよ。あの何がすごいかって、大石さんご自身自分で曲もあの楽曲も作られて、でそれをまたご自身で歌われたりとかもされていて、とにかくもうかっこいい、見てるだけでもすごい楽しい気持ちになりまして、もう最後までテンションがもう高ぶっていました。そしてですよ、あの兄様はそのコラボステージがすごくあの有名なところでして、で今回その初日で大トリを務めた声優ユニットのアイリスの皆さんなんですけど、なんと今回大石さんとコラボされたんですよ。っていうのもこの後あの流れるんですが、あの大石さんがあの作曲された楽曲がございまして、その曲名がですね、アイリスの I for You という楽曲なんですよ。その I for You の時になんと大石さんギターソロで演奏されて、それに合わせてあのアイリスのメンバーが歌って踊ってたんですよ。もうメンバー一人一人がもうとにかくキラキラ輝いていて、あの始まりか終わりまでも笑顔が絶えず、もうみんなキラキラしてて可愛くても、もうまさにスターゲイザーというテーマにぴったりで、一人一人がもうキラキラと輝いていました。本当それぐらい最高のパフォーマンスをですね、生で見ることができました。っていうことでどんどんいきますよ。さて次、あの二日目ですね、なんと鈴宮春日の憂鬱の鈴宮春日でおなじみ平野綾さんなんですが、二日目に参加されまして、なんとあの挿入歌にもなっているゴッドノーズも生で聴くことができました。そして実際に主人公の春日が使っていたそのギターもですね、あの平野さんが実際にそのギターを使ってゴッドノーズを生歌で披露されたんですよ。しかもそのギター、あのコスプレイヤーでもそう有名なえなこさんがあの実際に持っているもので、それをお借りして今回あの出演そしてそのゴッドノーズを再現することができたんですよね。それがすごくもうかっこよくて、もうとにかく最高でした。もう学生時代に見ていた作品の一つなので、それを見れた瞬間がもうとにかくもう感動の言葉にしかもできないぐらい最高の作品の楽曲をですね、耳にすることができました。もう何より平野さんが歌っている姿がもう本当に力強くかっこよくて、もうパワフルで、もうまさに目の前にいるのが鈴宮春日そのものなんですよ。本当にもうそれぐらいかっこよくて、まあ、あの正直惚れました。本当それぐらいかっこいい方だったので、これからもですね、その活躍をですね、あの応援していきたいなと思いました。そして僕この方たちは絶対紹介したいです。グランロデオさん、もう声優の谷山貴章さんがボーカル務めているこのグループなんですけど、もう嬉しかったです。あの過去にあのグランロデオの2人はあの沖縄でもライブをされたことがあるんですけど、あの今回なんとその兄様にも出演されて、初めてグランロデオの2人を見ることができてすっごく嬉しくて、そしてあの僕が高校生の子にハマっていた黒子のバスケというバスケット漫画があるんですけど、その第1シーズンのあの一作目のオープニングテーマのキャンドゥも生で聴くことができて、当時のその青春時代っていうのがですね、蘇りまして、もうとにかくキャンドゥを生で聴けただけでもすごい嬉しいですし、どの楽曲も好きなんですけど、一番推していたそのキャンドゥを聴けて嬉しかったです。もう僕一番好きなんですよこの楽曲なので、もう皆さんにもお勧めしたいぐらいそのかっこいい楽曲となっております。そして他にもですね、声優の早見沙織さんも今回出られてました。今回あのハニーワークスフューチャリング、早見沙織さん今回ですね、可愛くてごめんも披露されて、その後にあの早見沙織さんの、まあ、名義でですね、ご自身の名義であのリリースされた楽曲なども披露されたんですけど、あの最初から最後までもう早見、もうみんなから早見と呼ばれてるんですけど、早見さんめっちゃ可愛くて、あの歌声も本当に癒し声で、あの前半その可愛くてごめんの時は胸キュンしてたんですけど、後半その早見さんのその嫉妬意味の楽曲を聞いた時は最後まであの心が癒されまして、すごくなんかなんだろう、浄化されたような気分になりまして、あのそれぐらいですね、もう心に癒しを与えてくれる、そんな素敵な歌声を披露されておりました。ということで時間も迫ってどんどんいきますよ。そしてですよ、今回ちょっと紹介したかったのは、先ほど流れてましたね、推しの子の B 小町で
サインは B などもですね、今回まあ2曲披露されたんですけど、もう皆さん可愛かったです、もうとにかく。しかも、今回一番最初に勤めたんですよ、この3日目の最終日ですよ。兄様のオープニングってコラボステージから入ることが多いんですけど、なんと今回ちょっと初めてコラボではなく B 小町として、ステージに立たれて、そこから兄様3日目スタートさせたんですよ。3人とも本当に、みんな可愛くてキラキラしてて、もうまさに本当に推しの子に出てくるキャラクター、アイドルそのもので、最初から最後までファンの皆さんも、会場に来てたお客さんみんなで、声援も声出しを一気に、もうどんどん出して、サイリウムも最後まで力強く振ってました。本当それぐらい影響のある作品なので、まだ推しの子見えてないよっていう方もぜひ、今からでまだ間に合うのはぜひ追っかけてみてください。僕もどんどん追っかけていきます。そしてもう、3日目はもう、こちらまで紹介しましょう。フリップサイド。こちらですね、とある科学のレールガンなどと歌われているそのフリップサイドなんですけど、ボーカルがお二人いまして、3期生メンバーなんですけど、今回そのフリップサイドの皆さんと、元フリップサイドのボーカルを務めていた声優の、ナンジョルのこと南條佳乃さんとコラボステージも見ることができまして、最高でした。もう最初から最後まで皆さん歌声が力強くもうパワフルで、なんだろう、熱意がこもってたんですね。なんかしっとりめじゃなくてもうザ、もうパワーっていう感じって言った方がいいですかね。一人一人がその歌声歌ってる瞬間に熱意がこもってて、見てる僕たちもすごく気持ちが高ぶって熱くなって、どんどん声出すぞっていう気持ちでサイリウムも振って、フリップサイドの皆さんと、そして南條るのに声援をひたすら届けてました。はい、っていうぐらいですね。まあ30分っていう番組なのでちょっと全部語りきれないんですが、語りきれなかった分はまたちょっとどこかでお話できたらなと思っております。ちょっと早いんですが、先にエンディング楽曲もですね、ちょっと流していきたいなと思います。本当はもっといっぱい流したいですよ、僕なんですけども、ちょっと時間が迫っているのでどんどんいきますよ。本日のエンディングナンバーをご紹介してまいります。本日のエンディングナンバーはアニメローサマーライブ2024スターゲイザーのテーマソングでございます。スターゲイザーを流していきます。それではまずお聴きください。どうぞ。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。そろそろお別れの時間がやってまいりました。もう時間が足りないです、本当に。でも本当にですね、楽しかったです。アニメローサマーライブ、来年もまた参加できたらなと思っております。そしてですね、もう本当にちょっと語りきれなかった分はどこかでまたちょっと追加で紹介できたらなと思っているので、皆さんその時また X で告知しますのでよろしくお願いします。そして改めて兄様に参加された、アーティストの皆さん、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。本当にもう感謝しかないです。これからも応援しておりますので、来年も楽しみにしております。ありがとうございました。そしてこの後の FM 技能案の放送スケジュールをお知らせします。放送終了後ですね、 FM 技能案ミュージックセレクションをお届けした後に午前3時から FM 技能案局長のですね、山内一郎局長の山内30分の放送もございます。今週はどんな話をしてくれるでしょうか、ということで皆様そちらもお楽しみください。さあ、ということで、そうだ、来週なんですが、来週ゲストさんをお呼びしております。 FM 那覇で、ラジオ番組を持たれており、そしてシンガーとしても活動している奥間雄一さんをですね、ゲストに迎えいたします。詳しい詳細はまた X でお知らせしますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまだちょっと時間ありますが、皆さん本当にぜひこの大好きを叫ぼうという番組ですね、皆さんもし好きなアニメとか声優さんとか昔見てたアニメでも OK ですので、もしあればぜひ番組にメールをお送りください。僕の知らない作品もあるかもしれないので、ぜひぜひおすすめな点とかもお話ししていただけたらと思います。ということで、まずちょっとメールアドレスもご紹介します。メールアドレスは797@fmginoan.com まで、すべて小文字で数字の797@
fmginowan.com まで。ということで、懸命に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。さあ、ということで、お時間がやってまいりましたので、ここで終了したいと思います。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。お相手は私、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きがお届けしました。それでは皆さん、最後まで曲もお楽しみください。おやすみなさい。バイバイ。